じゃあ、スタート。はい。で、なんかこう、紹介してください。ここですね。何が入っているか。これはですね、110リッターのボードで、長さが、2メーター46で、幅が、62。で、これが、125リッターで、長さが4メーター。いや、4メーターじゃない。2メーター45かな。それで、幅が69。はい。で、これが、クワッドで92リッター。で、あと、セイロですね。それで、こっちに、こっちに、76リッター。で、ブームが各ボードの上に1本ずつ乗ってます。じゃあ、セイル。まず、これはテントです。テントか。で、釣り竿です。で、ここにマストが1本、2本、3本、4本乗ってます。460、430、400、490。それに、ステージョイントが2本です。そして、ここには、6.7 と、5.8 が乗ってます。はい、テーブルが乗ってます。それから、地上下ろしと、ここに、5.3、4.7、4.0 が確認してます。すべてリングシェルです。で、小物は？で、小物は、引き出し、ジョイント類、ドライバー、塗り前出し、ピン、ピン隠し、ブラシ、それから、ワックス、リペアの、塗料、ナイフ、車磨きのコンパウンド、ファーネスライン、それラインとか、BB の方、私は BB の方もなってる。それからここが、ウェットスーツの入れ歯、ここがウェアの入れ歯ですね。そして、これが、まな板食材、塩コショウ、塩コショウね。茶碗皿鍋。はい、語り進行、水中の映画、ね、その他。それから、タオルと下着。それこそ悪いね。うん、ここ仲間。それはね、はい。まな板、包丁、それからバーベキュー用の焼き網。すごい。それから、炭はさみ、その他もろもろ。重曹って書いてますよ。この奥が炭と七輪。それも最近使ってないですね。七輪ありませんね。ガイドないもんね。もう一人だけこんなのも入れてる。ああ、そうね。これ引っ張るやつ、ね、で、これはあの、いろいろ下げてもしやってですね。そうそう、そう。ここにハーネスがあって、椅子があって、あそこにコンロがあって、で、釣り道具の袋があって。釣り、釣ってる。ん？合わせてないの？うん、あの、来た時に風が吹かん時、風待ちに。あと、ハーネスとか、腕物で、ブーツ。それから、ビールとか、お茶とか。なるほど。で、そこに、テレビがあると。ね。うん。これが盗まれたやつの、新しい方、一個だけ、ボードが。これだけでございます。あ、そうだ。どこの、こういうの？そういう、工具箱。で、これは工具箱ね。いろいろ入ってます。うん。どうか。うん。大体自動車の修理までできるわ。で、これはボードのリペアキット。小さなペーパーから接着剤からタッチペンから、もろもろ入ってます。お仕事できます。ただ、ドアを閉めて修理しましょうか。これは太陽の修理。ボードが悪くてね。あ、こっちも垂れちゃうのね。硬いな。転んだ時の杖。何ですか？山登り用の杖じゃん。ポイントはどこにあるのか？シャワーはこっちで、最適なシャワーシステム。ローチェット、これを
タンクに突っ込んでスイッチを入れるとポンプが作動してシャワーが出ます。道具もバッチリ洗えます。あと皆さんご愛用のこれも便利です。で初心者の方におすすめなのはぜひ最近のライフジャケットはよくできてます。これは絶対に購入した方がよしです。怪我はしないし小高いしいいことづくめです。ポイントで買っておかないとってのはっていうかレスキュー的にこうついとっけいいかもしれないね。ちょっと目立ってね真っ黒なんかよりね万が一を考えればいいかもしれません。でタッパータッパーラッシュガードよりあったかいです。風が吹くと 1.5 ミリかな。うん、まずまず使います。テールが何本？テールは3本。6.9。シマワのこれは 5.7 かな。うん、それとまだ使ってない多分1本ずつ入ってくるわけ。そうだね。5.4 かな。この本当珍しく 見覚えるのがあんまり車の中が汚れなくていいように。ちゃんと1枚ずつ、あ、1枚、2枚入っとる。うん、車検使った時なんかは結局このでかいブームケースにも塗るものは全部埋め込んで帰れるように。ゴム2本入ってる。そうそう。でも結局マスクも何もかも入るもんね。テールもね、使った分の濡れたテールなんかも入るけん持って帰って私は綺麗に毎回僕らってます。僕さ54だったね。あ、54、3枚。54と54と3枚。これは最近中古で購入した。おお、ここがない GP プロエディションです。まあまあ割とあれっすよ。たくさん持ってみ紙かい。いや、下持ち下持自分のドローン持ったの際立ってしまうてやん。だいたい基本セール1本の1対1の歌が合うように取ります。よいしょ。ちょっともう今日は始まりました。110か。次は112こうよ。で、もう一回94で90ね。道具はこれでも入ってる。道具は全て一括しております。忘れ物がないように毎日再起動しますので、ね、はい、ピンなんかもよく使うやつ。ピン入っとんね。違う、使わないやつだ。いっぱいピン持っとる。あーっと、もうちょいないよ、ね、はい、そんなんだけなんでか集まっちゃいました、ね、あと小道具やっぱりこんなのも入れておくと便利ですね。本当に両方ね、何かの時にね、もっと安いゴム持ってもらいたい。万が一で持っとくと便利です。と、出ませんけど、せっかく今日で乗れないと嫌ですので、つい交換のプログラムや自分のパーツなんかも一緒に入れてます。あることはできたけど、ダウンのシートじゃないとね、ちゃんとある程度予備を持っとかないと一人で遊んでできてては今日は帰ってくるとならないので、これはいいと。あとジョイントのゴムは定期的に交換してます。ここに命綱です。乗っても乗らなくても定期的に効果してます。それで、そんな感じかな。以上。あ、ここはね、パンプもある。今週、下は何もなかった。今日はスカスカ。今日は便利です。出てもらって。了解だ。